のレセプションが華やかに開かれました。新体操を通じまして、心身ともに健全なお子様の育成に微力ながら貢献をしてまいりたいと考えております。太鼓のアトラクションでは、選手たちがねじり鉢巻きにハッピー姿でチャレンジ、笑顔がこぼれます。Чтобы показать все, над чем я работала. Все, над чем я работала. さて続いてベラルーシのアンナ・ガラツコバ選手ですね。今度はリボンの演技になります。はい。の飛行ということで、はいはい、曲が、ですからレオタードもこの黄色と黒ということですね。そうですね、はい、そして動きが大変コミカルですね。はい、強いところは小さいながらも、曲をそのまま表現できる、自分を表現できる、はい、こういったところにあるんですね。日本でもやはりそういうところが、できるといいと思うんですがね。技術だけでなく全ての面においての理解力ということにもつながりますね。はい、はい、さあもう一度見ていただきましょう。ピボットの部分です。はい、まだ少しかかとの上がりが少ないようですね。次は同じくベラルーシのバレリア・バトシナ選手、ボールの演技です。